皆さんこんにちは、2021年8月16日月曜日夕方5時になりました。ラジオの中の会社スカイロケットカンパニーと申します。私、マンボヤシロと申します。8月16日です。今日までお休みの方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、お盆明けてですね、今日から働いてる方も多いんじゃないかなと思います。皆さんお疲れ様でございます。13、14、15と金、土、日とお休みだった方もいるかもしれません。もちろん働いていた方も多いと思いますが、どのように過ごしたんでしょうか。お家で過ごしたという方が多いかもしれません。雨も、ずっと降っておりましたし、ちょっとまだ雨の方はですね、今日も、一瞬少し止んでるようですけども、東京はですねまた降るようですし、全国的にも全く雨は、落ち着いているわけではないということでございますし、緊急事態宣言も9月半ばまで延長されるんじゃないかだったりとか、まあ世界的なニュースだったりとか、地震のことだったりとか、いろいろなことがございます。なんか、昨日から今日にかけていろいろ考えてたんですけども、やっぱりコロナのせいもあってだと思いますが、よくわからない、夏を過ごしてるなっていう感じがとてつもなくいたします。皆さんもですね、気持ちが、ちょっと落ち着かせようがなかったりとかです。置き所がないなって思ってる人も多いんじゃないかなと思いますので、月曜日ですので、なんて言ったらいいんでしょうか、いつものリズムで、いつも通りのものをですね、一つでも多くお届けできたらなと思っております。優しい歌から今週は入りたいなと思っております。さあ、ということでお聴きいただいているのは小田和正さんのキラキラでございます。今日の、そして今週のスカイロケットカンパニーはこの楽曲からいけたらなと思っておりますが、いろいろなことが、お盆が明けてもまだまだです。先ほど言いましたけども、雨のこともまだまだですし、コロナのこともですね、様々なことがまだまだ全部途中という形でございますので、とっても難しい月曜日だなとは思いますけども、皆さんとにかくですね、体の方ご自愛、心の方もですね、自分に甘くても今はこういう時はいいのかなと思いますので、どうかですね、穏やかに、このキラキラじゃないですけども過ごしていただけたらなと思います。それでは本部長、そろそろ会議のお時間です。皆さん今日一日お疲れ様でした。今日良かった人も悪かった人も、明日を良い日にするためにアフター会議を始めよう。スカイロケットカンパニー、明日へののろしを上げるラジオの中の会社スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。はい、ということで、8月16日月曜日でございます。はい、いろいろなニュースがございます。国内はもちろん世界中でも大きなニュースが流れておりますし、海外の、政治的な動きも気になるところですし、それから、国内でも地震がありましたけども、海外でも数日間の間にマグニチュード7以上の地震がいくつも起きていたりということで、そんな中、長く雨が降っていて、まだ途中ということもございますし、コロナも、病院の逼迫がどんどん進んでるということで、医療崩壊じゃないかとか、確かに、芸能人の人でコロナの感染とか陽性になったとかっていうニュースが増えてくるのと、だいたい感染者数とですね、この1年半ぐらい比例してる感じですけども、やっぱり、東京都で感染者が増えてくると、そういうニュースも増えてくるなっていうのはあるんですけども、はい、友達の友達とか知り合いぐらいの距離の人が感染し始めたっていう風に聞こえてくるのも、だいたい感染者数が都内で増えてきてみたいな感じなんですけど、やっぱりこの数週間ってその数もラジオの前の皆さんも増えてるんじゃないかなと思うんですよ。はい、もちろんご自身がかかってしまったという方もいらっしゃると思いますけども、
僕も過去一で今一番多いですね。自分の、連絡の取れる範囲の人が、コロナで今仕事休んでるという人の人数が。秘書はどうですか、周りの人は。そうですね、あの濃厚接触者になったっていうことは聞きますし、うんうんうん、あとは地元もそうですね。あ、鹿児島も、はい、地元は鹿児島の方でいらっしゃいますけども、うん、鹿児島の方でも、はい、だいぶ増えてるという話。独自の対策を取っていたり。独自の対策、うん、はい、そうですね。なので独自の対策って何ですか。独自、鹿児島県の独自の緊急事態宣言的な、はい、あの動きということです。あ、はい、そうなんですね。そうなんです、また福岡県もはじめですね、うん、はい、増えそうだという緊急事態宣言も、これから増えそうだという拡大延長ということで、まあちょっとどうなっていくのか、うん、明日あたりにはですね、はい、また改めて正式な発表があるんじゃないかなと思いますけども、本日8月16日月曜日のですね、東京都の、新規感染者数はですね、2962人、重症者数はですね、268人でございます。先週月曜日の東京都の数字が2884人だったところが2962人です。ほぼ3連休みたいな週末でしたので、ここからどういう風になるかちょっとまたわかりませんけども、この番組の前に数字が発表されるようになりましたので一応、発表させていただいております。さあということで、今週も行きたいと思います。今日もですね5時から8時まで3時間の生放送でございます。内容はどんな感じでしょうか。5時台は小池屋歌エール、月曜は仕事がサクサクはかどる一曲をお届けするサク歌、6時台はキリン一番搾りで乾杯、桃屋の秒飯、今日は桃屋の社員さんが登場しておすすめレシピを教えてくださいます。さらには一押し動画配信部、 MC はガリット中熊谷茶さんです。ラストの7時台はキリン一番搾り、今週の一番つぼり、全国うまい物語をお届けします。さあということでまずはこちらから、スカイロケットカンパニー社員実態調査。毎日働く皆さんの実態を調査するアンケートを実施、そして今回実施したアンケートはこちら、両親と同じ職業についてますか。両親に憧れ、まあ、両親っていう言い方もあれですけども、親御さんですね、お父様でもお母様でもいいと思うんですけども、親に憧れて、またはですね偶然でも構いませんが親と同じ職業をしている人どれぐらいいるんでしょうかということでね、皮肉な漫画ですけども4コマ漫画みたいなので見たことありますけどもね、大体の職業は、大変だから子供には継がせたくないと親は思っていると、唯一子供に継がせたいと思っているのは政治家だけだみたいなねそんなもうすいませんね、月曜からじじくさい4コマ漫画の話しちゃいました本当になるほどなんて思ってですね、数年前読んだこともありますけども、はい、まあ、同じ職業になってくれたりとか、うん、家の事業を継ぐとかっていう、自営業だったら自営業で継ぐみたいなのも、僕もね、あの家が自営業でしたので継ぎたいなと思った時もありますし、はい、継ぎたくないなと両方思ったことありますけども、うん、もちろんそういう継いでくれる子供のそういう意見というかですね、気持ちを嬉しいと受け取る親御さんもいれば、はい、いやいや継がなくていい、別のやりたいことやりなさいと、うん、わざわざ親と同じ仕事する必要ないよと、大変だよこの職業はっていう方もいると思いますし、まあ、実際ね親と同じ職業についてる方、うん、先生のお子さんが先生って方も結構多い気がするんですよね。また公務員はちょっと種類あれかもしれないですけど、うん、どうなんだろう、3、いや3割もいないか、2割、いやどうなんでしょう、行ってみましょうか、はい、アンケート結果がこちら、両親と同じ職業についていますか。はい、11%、いいえ 89%、 10人に1人ということで、うん、それでもちょっと多いのかなという気もしないでもないです。ですね、男性だと 13%、 女性だと 8%、
多少の開きはありますが、そこまで差はないかなと思いました。もっと差があるかなと思いましたが。10代両親と同じ職業についていますか。はい 0%、 まだこれからということです。20代はいと答えた方 7.8%、 世代もちょっとあるのかもしれません。30代 8.1%、 40代 12.5%、 僕ら世代分かる気がします。50代 12.8%、 60歳以上で 16%。 世代が上がれば上がるほど親と同じ職業についてるという方が多いと思います。なんかでも分かっそういうことかなと思いましたけども、面白い数字出ました。細かい数字気になった方は番組のサイト、それから無料でダウンロードできるアプリをご覧ください。さあということで行きましょう。より良い明日にするための本日の議題はこちら。今年は何した？案件お盆報告会。日本列島を縦断する形での豪雨や新型コロナの影響で今年も帰省できていない方もいるなど、例年のお盆とは違う形の方も多かったと思います。そんな今年のお盆に皆さんがどんなことをしていたのか、また行動だけでなく考えたことや思ったことなどでも構いません。はい、例えば父一人の実家にオンライン帰省したが、画面奥の棚に高見アナの写真集が見えて、失礼しました。ん？アナウンサーの方ですか？スミアナの写真集が見えて複雑な心境に。スミアナですね。あのナイスバディな。おー、はい、何チャンネルの人なんですか？元7チャンネルですかね。はい。テレ東さん。はい。一日も家から出ず、スマホゲームをやりまくり、スコアが全国5位になりました。いや、そういうこともいるんじゃないですか。本当に、いや外出ないね、いつもだったら夏なんですから外出ましょうなんていうところですけども、このコロナ禍でございます。外出てる方が悪い、帰省した方が悪いという、そういう話じゃございませんけども、ずっとステイホームしてた人雨でしたし多いんじゃないかなと思いますよ、夏の間。はい。仕事の溜まっているメールを100件返してお盆は終了しました。それはそれで寂しいですけども、それはそれでまあ有意義な気がしますよね。仕事のメール100件返したっていうのは。メッセージ社内掲示板でお待ちしています。スカイロケットカンパニーの公式社員アプリ、またはウェブサイトからの投稿をお願いします。ラジオの前の皆さん、今日はですねちょっといつもと違くてですね、まあ月曜日明るく、いろんなことありますけど明るく行こうじゃないかということなんですけども、リスナーの皆さんにプレゼントが、はい、ございまして、こちらすごいですよ。秘書お願いします。今日は特別に日頃お世話になっている桃屋さんのご厚意で、メッセージが読まれた方全員に桃屋の人気瓶詰め6種類セットをプレゼントします。はい、来ました。これはすごい。全員です。案件でもいいですし、フリーメッセージでもいいんです。で、掲示板でもメールフォームでも大丈夫でございます。ツイッターは今日は関係ありません。とにかく掲示板の方に書いていただけたらなと思いますけど、よっ桃屋ということでね。いや、この6瓶セットはたまらないですよ。冷蔵庫にいるだけでどれほど心強いか、どれほど味のバリエーションが上がるかということで、それなんで今日は1枚でも多く、こういう時はねやっぱ読むことが正義だと思いますので、桃屋さんのご好意に甘えまくって、ちょっと読みすぎじゃないかってぐらい読んでいけたらなと思っております。それでは早速秘書行きましょう。千葉県23歳女性栄養士のシュガーちゃんさん。シュガーちゃんさん、皆様お疲れ様です。お疲れ様です。今年のお盆は何した？案件ですが、つい昨日大好きなパフュームのライブビューイングを映画館で見てきました。あ、週末だったんですよね、ファンクラブのということで。あ、ライブビューイングもあったんですね。こうしたご時世で現地参戦が厳しかったのですが、新しい参戦の仕方をしてとても新鮮な気持ちでした。はい。パフュームの3人も初めての試みと話していましたが、また少し今までとは違う特別な公演だったんじゃないかなと感じました。今もまだ余韻が残っています。
はい、ということでね、ライブ行った方もそれから断念した方も様々な方がいるんじゃないかなと思いますし、今週末はフジロックもあります、ロッキンがね、まあ、中止という形になりましたけども、フジロック、まあ、ある、まあ、お酒禁はなしにしようとか、で本当にいろいろなライブのですね、制作の方だったりとか関わってる方々もやっぱ判断がとっても難しいと思いますね。それだけ損失が大きかったりとか、はい、抱えている、いろいろな事業主の方がいたりとかですね、会社が関わっていたり、人が関わっていたり、技術さんが関わっていたり、もう様々ですので、それぞれの判断、それから開催する場所、いろいろなところと話し合いがいろいろな催し物で進んでると思います。今日はお盆の話もちょっともうしておりますけども、お盆だってそうです、みんながみんなやりたいと思ってるけどなかなかやれてないというところだと思います。何が正しいかってことは本当にないんじゃないかなと思ってます。まあもしかしたらね、感染者が出ちゃったりクラスターが起きたりしたらそれは悪みたいなことになるかもしれませんけども、周りの方でもですね、もし仮に感染したりした人がいたら、もちろんその人が禁止されてることをガンガン関係ねえよっつってマスクしないでやってるようだったら多少自業自得というところもあるかもしれませんけども、そうじゃなければですね、去年話していたように、なんか感染した人が良くないみたいな、そういうのの空気感になると検査しなくなったりとか報告しなくなったりとかっていいこと一つもないので、はい、そして明日は我が身ということもありますので、誰がいいとか悪いとかじゃなくてですね、過ごせればいいなと思いますし、楽しいことを見つけられて楽しいことができたんであれば、それはどんどん教えてほしいなと思いますし、皆さんが一つでも多くこの夏楽しんでいただけたらなと思います。ハンコ。さあ、お聞きいただいているのは Perfume です。無限未来ということで、昨日おとといのライブで歌ったということらしいです。会場に無事に行けた方もいらっしゃるでしょうし、そうじゃない方、それからライブビューイングという映画館がどっかであったというようなお話でございますので、そちらで楽しんだ方もいるんじゃないかなと思います。さあ、ということで夏でございますけども、今年はですね、僕もほとんど家にいましたけども、まあここまで夏の前半戦終わったけど、まあ大体お盆までが海入れたりとかっていう例年のイメージだと夏本番って感じなんですけども、まだ続いておりますので、はい、さあ皆さんのご報告お聞きしたいと思います。そして今日はですね、読まれた方全員に桃屋さんの瓶詰めセット6瓶セットプレゼント全員なので、どんどん読みましょう、行きましょう。今日の案件が、今年は何した案件、お盆報告会。東京都39歳男性会社員のノンくんパパさん、ノンくんパパさん、ノンくんパパさん、失礼いたしました。本部長秘書、お疲れ様です。お疲れ様です。今年のお盆休みはずっと仕事でした。仕事お疲れ様です。コロナと大雨の影響もあり、お店はすごい暇です。暇すぎるので有給を使って早退したいけど、作業員が少ないので帰宅することもできません。まだしばらく雨が続きそうだし、退屈な毎日が続きそうです。神保町に住んでますけども、13日はまだ金曜日ということもありまして、はい、まあ先週は月火ぐらいからだいぶ都内少しずつ人減ってきたかなって感じありましたけども、はい、金曜日なんでまだあれでしたけど、土日はまあ雨も降っておりましたし、人が少なかったですね。皆さんの街どうだったでしょうか。家で過ごした方も多いと思いますので、お店やってる方なんかはお盆だけども、やっぱりね、仕事だし店開けなきゃ8時までしかやれないし、なんとか、いやだけどこんなに人来ないのか少ないのかって、結構大変だった方も多いんじゃないかなと思います。お疲れ様でございます。ハンコ。続いて、東京都37歳女性、パート業のブラックキャットさん。ブラックキャットさん、本部長秘書、皆様お疲れ様です。お疲れ様です。お盆は長男の自由研究に付き合ってみました。はい。星座を調べたのですが、はい、一冊の本を読み込み、ノートにメモを書いてから模造紙にまとめました。本を読んで自分でノートに書いただけで頭に入る長男、私が聞くと全て答えが返ってくる、その頭の中を見てみたいです。はい。
私は新しいことが頭に入らないし、覚えたつもりが出てこないので、その記憶力を分けてほしいと思う3日間でした。年齢的なところもあるんすかね。出来上がりを見て満足げな長男に、やっと遊べると嬉しそうな次男。終わった今日は2人仲良く遊んでいます。やっぱり若い時って 1,2 回聞いた歌結構覚えてますけどもねもうこの年になると5回10回聞いても歌詞出てこないことが多いです。やっぱその辺は仕方ないのかなっていうふうには思いますけどもね、はい、まあそれとは関係なしに、頭もいいのでしょう息子さんが、そしてやっぱり好きなものとか自分が興味があるもののですね、吸収力っていうのは強いと思いますので、自由研究で選んでるぐらいなんで本当に星座が好きなんだろうなという感じが伝わります。独身ですとですね、こうコロナがあったり雨が降ってたりなんかするとやることないななんてことで、僕はうっすら仕事しながら動画配信サービスで、アニメなんかをですね、ちらりほらりと見たりなんかしておりましたけども、お子さんのね自由研究を一緒にやるとか、なるほど、夏っぽくて素敵だなと思いました。ハンコ。本当に僕自身もですね、なんか数日に1回考えちゃうんですけど、何なんだろう今年の夏って。去年の夏よりもですね、気持ちの落としどころがなくてですね、ふわふわふわとしております。仕事と休みの境目があるようでないようで、オリンピックもあったんで、それ否定じゃなくてですよ、4連休があって3連休があって3連休的な世の中の動きもあるじゃないですか、はい、でこのあとパラリンピックもおそらく開催されるということで控えてるという状態だったりとか、で長い雨が降ったりだったり、ちょっとこうなんかイレギュラーなことが多すぎて、コロナ踏まえてですけど、ちょっとね精神的に疲れ溜まってる方も多いんじゃないかなと思います。今日はですね、もう何でもいいです、この夏のことであれば何でもいいので、どんどん書き込んでいただいてですね、桃屋さんの瓶詰めセットゲットしていただけたらなと思います。お聞きいただいてるのはスーパーセルで君の知らない物語。スカイロケットカンパニー、小池屋歌エール、日本のジャガイモは美味しい、日本のポテトチップスの老舗小池屋の提供でお送りします。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長の万坊八代です。秘書の浜崎美穂です。ここからの時間は小池屋歌える。夕方5時台、ちょっと疲れが見えてくるこの時間、このコーナーでは曜日ごとの選曲テーマで働くあなたに音楽でエールを届けます。週始めの月曜日はサクウタ。月曜日のサクウタでは、早めに仕事を終えたいあなたに送る仕事がサクサクはかどる一曲をご紹介。さらにリスナーの仕事がはかどるリクエストもお待ちしています。今日メッセージをくれたのは神奈川県37歳女性、会社員のヤッピーさんです。ヤッピーさん、私のサクウタはブラックビスケッツのタイミングです。おお、来ましたね。はい、仕事でミスをしてしまい、上司にお叱りを受け、気持ちが沈むという時にこの曲を聴くと、スーッと気持ちが軽くなります。懐かしい歌でもありますけどね。そして今日はサクッと仕事を終わらせて、早く寝て明日から頑張ろうと思える曲です。本当に時代が変わってきて、この番組が始まった8年前9年前ってまだまだ仕事頑張ろう仕事頑張ろうっていうような時代の名残もありましたけども、今はなんか仕事頑張ろう、まあもちろん頑張んなきゃいけないんですけど、気持ちが折れちゃいますんで、ベース頑張ろうっていう気持ちも、それからね、なんか一応貢献しようじゃないですけども、そういう気持ち持ってないと、あと自分の生活のためにって気持ち持ってないと、なかなか仕事に取り組めないとこありますけども、このコロナが始まってからなおさら難しいですね。本当になかなか仕事でミスをしてしまい、上司にお叱りを受け、気持ちが沈むという時にこの曲、今日お盆明けで怒られた方っていうのは気持ち一挙に月曜から折れかかったんじゃないかなと思いますので、この歌を聴いてですね、残業してる方もいるかもしれません、サクサクっと仕事を終わらせてもうお家に帰りましょう。
さあ口ずさんでる方もいるんじゃないでしょうか。どうでしょうか。まだお仕事終わってない方、そして勉強中の学生さんもいるかもしれませんけども、ちょっとでもサクサク進めばいいなと思っております。お聴きいただいてるのはですね、98年にリリースされた楽曲です。ブラックビスケッツでタイミング。皆様からのサクウタお待ちしています。オーバーマスカルケのホームページから歌える特設サイトにアクセスしてください。採用された方には小池やお菓子の詰め合わせをプレゼントします。またこのコーナーの選曲プレイリストは Spotify で公開しています。 Spotify を立ち上げて小池屋で検索してみてください。さてサク歌を聴きながらサクサク美味しいお菓子はいかがでしょうか。本日ご紹介するのは、夏休み子供たちのおやつにもおすすめ、カラムーチョと人参のスペシャルコラボメニュー、その名もカラムーチョ人参。こちら作り方は簡単。用意するのはスティックカラムーチョホットチリ味、人参1本、そしてマヨネーズです。人参を細かく千切りにしてボウルに入れます。人参と同じ量のカラムーチョを加え、そこにマヨネーズを加えて一緒に混ぜます。たったこれだけなんです。人参嫌いな子供にも大人気で、ネットやテレビなどでたびたび話題になっています。大人にはお酒のおつまみにもぴったりですし、お野菜が取れるのも嬉しいですね。お子さんと一緒に作ってみるのもいいかもしれません。ぜひ私も食べたよ、作ってみたよという方、ハッシュタグ歌エールをつけて投稿もお待ちしています。スカイロケットカンパニー小池屋歌エール。日本のじゃがいもは美味しい、日本のポテトチップスの老舗小池屋の提供でお送りしました。スカイロケットカンパニーです。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。記者の浜崎美穂です。今日の案件はですね、今年は何した案件、お盆報告会ということで、この夏ってことでいいんですか。今年は何した案件ですけども、この今年のお盆、お盆ですよね。まあ、はい、お盆その前もいいですけど、まあ8月入ってからぐらいだったらいいんですかね。この夏何したというお話でございます。なんと今日はですね、案件フリーメッセージ等掲示板に書いてですね、読まれた方全員に桃屋さんの瓶詰めセット6瓶セットでございますけども、全員にプレゼントですので、一つでも多く読めたらなと思います。行きましょう。神奈川県22歳女性、学生のポムポムプリリンさん。ポムポムプリリンさん、はい。本部長秘書、リスナー社員の皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。今年のお盆は、大学進学のため、引っ越しをしていました。一度大学を卒業したのですが、秋から編入で、念願の医学部に入り直し、ああ、入り直し、はい。医師を目指します。うん。この厳しい状況下で、命を懸けて戦う医療従事者の方に心を打たれ、医師を目指していた高校の頃の気持ちが再燃してきました。これからもスカロケを心の支えとして勉強頑張ります。本部長、秘書、応援してください。編入試験見事合格ということで、医学部なんて大変なんじゃないかなと。ただでさえ普通よりも偏差値上がると思うんですけども、うん、編入だと、そしてここからまた何年か、おそらく普通に行けば6年とか、まあ基本的なことを勉強済ましてるようだったら4年とかでいいのかはどうなのか、ちょっとその辺詳しいことわかりませんけども、まあラジオ聞きながらですね、ちょっと肩の力、ラジオ聞いてる時ぐらい抜きながら勉強していただけたらなと思いますけども、はい、お医者さんとか看護師さんとかそういう医療に携わる方がいらっしゃるから僕たちはまだね、安心して生活ができてて、今は本当にこれからもまた大変だと思いますけども、変な言い方ですけども、ありがとうございます、うん、ね、ありがとう。本当です。体気をつけてください。ハンコ。続いて山形県27歳男性、会社員の火曜の夜タクシーさん。火曜の夜タクシーさん、山形県からありがとうございます。明日まで会社が休みです。はい。
お盆期間中はお墓参りに行ったり、あとはいつも通りスーパーに買い物行ったり、はい、なんとなくドライブをしたり、はい、あとはラジオをお供に過ごしています、うんうん、とはいえ何でしょうか、どこかすっきりしないというか、そう、どこかすっきりしないんですよ、この夏満たされないというか、はい、なんかよくわかんないような気持ちにさせられていますよくわかんないんすよ。あと家族のことは難しいなって思っています、うんうん、最近は特に当たってしまったり言い合いになったり、その他にいろいろと、どんな人どんな家族にも何かしらあるとは思うんですが、うんうん、正直どうしたらいいんだろうなってなっています。家族のことだけじゃないです、自分のことも誰かに話したい相談したいとは思っても、言っていいのかなとか、それは違うって言われるかなとか、余計なことばかり考えて結局誰にも言えずじまいです。それもあり、でも気持ちを溜め込んでおいて悪循環になりつつあるので、ここに書き込みました。誰かに相談していいと思います。あの、人間関係難しいなって話はなかなかね、答えパッと出しづらい部分ありますけども、相談したいことがあればですね、相談していいと思います。違うって言われるのが怖いということは、相談というよりも自分が言ったことを背中を押してほしいってことだと思うんですけども、それだと相談にならなくなってしまう部分もありますので、はい、あの、別に相談乗って、相談に乗った相手の言うことを必ずしもね、聞かなきゃいけないわけではございませんし、うん、あの、冷静に客観的に俯瞰で見ることも大事なんで、そういう自分の中のですね、角度、視点の角度をずらすという意味でも相談乗っていいんじゃないかなと思います。その辺はあまり深く考えすぎずにですね、誰かに甘えちゃってもいいんだと思います。その代わり誰かのですね、ちょっとでもその相手の役に立てさえすればですね、うん、それでいいんだと思います。甘えちゃいましょう、甘えちゃいましょう。ハンコ、山形の、20代の方からの書き込みでございましたけども、家族とか、人間関係ですね、広く言えばやっぱり難しいなと思いますし、多少コロナ禍になってから人間関係の形も変わってきたというか、家族と過ごす時間が増えた方もいるんじゃないかなと思います。とってもデリケートなところだなと思いますし、書き込みにもあったようにですね、なんともすっきりしないというか、うん、なんだかよく分かんない夏を過ごしているような気がしますので、まあ気楽に、ラジオ聞いてくださったら嬉しいなと思いますし、答えがなくてもですね、考えることをちょっと休める時間になればいいかなと思いますけども、まあそんな中でいろいろ喋っちゃってて申し訳ないなと思いますけども、お聞きいただいてるのは大好きです、奇妙麗太郎さん、ハミングバード。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。どうします、1枚時間あるし読んじゃいましょうか、はい、ね、桃屋さんの瓶詰めセットもプレゼントできますし、はい、うん、今年は何した案件、お盆報告会。千葉県38歳男性、会社員のアフロさん。アフロさん、本部長秘書、リスナー社員の皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。私がお盆休みにしたことは染色です。染色。お盆休み1日目、家で赤ワインを飲んでいたら、なんと白い T シャツに赤ワインを派手にこぼしてしまいました。はい。すぐに洗ったけど、やっぱり落ちるわけはなく、せっかく時間があるので染めてみようと思って染めました。なるほど、踏み込んでみたわけですね、どうせならばということで。白い T シャツは紫色になりました。はい。これから赤ワインを飲むときは黒い服にしようと思います。毎回そう思うんですよね、ワインがちょっと跳ねたりなんかして、やっぱ白良くないなとかね。僕も結構浜崎さんにいただいた白い T シャツなんかもね、はい、注意しなきゃいけないんですけども、まあその飲むときは大丈夫だとか、ワインじゃなくて僕はミートソースだったりしますけども、うんうん、担々麺とかも好きなんでね、担々麺食べて注意して食べれば大丈夫だと思うけど、大体飛んでますので、で大体飛んでて、うん、はやっぱりワイン飲むときは、赤ワイン飲むときは、パスタ食べるときは、担々麺食べるときは、うん、白いのやめようって思うんですけど、
まあ2ヶ月ぐらいも経てばですね、また白いの着たままね飲んだり食ったりしちゃうわけなんですね。そうなりますね。そんな紫に染めたシャツ着る機会あるんです、うん、着ますか本当に。着るんじゃないですか。着るんでしょうね。せっかくですもん、うん、夏の一つの思い出ですね。なかなか外に出かけられないですけども、はい、意外と記憶に強く残る思い出の一つなのかもしれません。ハンコ。Welcome to Yellow City。タイヤの品揃えならイエローハット、タイヤの取り付けならイエローハット、タイヤで選ぶならイエローハット。6時です。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。時刻は6時を過ぎました。秘書の浜崎美穂です。6時でお仕事終わった方々お疲れ様でございました。お疲れ様です。どうなんでしょうか、お盆過ぎると大体例年だとですね、はい、まあ子供たちは夏休みだったりしますけども、大人の皆さんはお盆過ぎると通常通り、また夏の暑い中秋まで仕事頑張るかっていう空気が出始めるんですけど、はい、ちょっとまたね、先ほどから言ってる通りパラリンピックも、予定されておりますし、はい、それから天気も不安定であり、コロナもあるということで、なんかスイッチ入れ替えてじゃあ仕事だっていう感じにもなりづらいというか、あのカレンダー通りでお仕事なさってた方はですね、連休も多かったと思いますので、はい、なんかここから本当に秋までシルバーウィークって今年あんのかしら。まあ、あんまりねつながってなかったらシルバーウィークって言い方もしませんけども、うん、また秋には連休も訪れるんじゃないかなとは思いますけども、そこまで踏ん張れそうですか、ラジオの前の皆さんどうですか。僕はですね、お休みをね、今年に入ってどっかで取ろうと思っている、はい、考えてたんですけども、緊急事態宣言がずっと続いていたりとかですね、自分自身がですねちょっとまあ最近聞かないですけど食中毒になったりとか、はい、春前に、うん、で2日間お休みいただいたり、この間は体調不良でまたお休みいただいたりって、それでも9月に実はまあもらおうかなと思って交渉してる途中なんですけど、9月もやっぱり緊急事態宣言になりそうですね、東京都は半ばぐらいまでと。でこれどうなんでしょうか、そもそも延長で来てここまで来てますよね。はい。でこれまた延長なんですかね、これもう2021年緊急事態宣言の年でもう割り切るしかないのかしら。みんないっぱいねえ、デルタって言ってますけど、ラムダも入ってきたって言ってる中でね、いやとっても難しいなと思いますけども、まあそんな感じで今日はですね、まあどういう風に過ごしたかというのをずっと聞いてるんですけども、フリーメッセージもいくつかいただいてて、フリーメッセージもこれはあれなんですよね、桃屋さんの瓶詰めセットはプレゼントしていいということなんで、今日読まれたら皆さんにプレゼントですから。そしてですね、ありがたいことにですね、埼玉県の女性39歳会社員の猫まっこさんなんですけども、これ他局で本当にすいません、はい、本部長明日 TBS ラジオの玉結びに出られるんですねとこれ他局のを読んで桃屋さんのプレゼントっていう、もういいんでしょうかこれ。普段ラブちゃんの番組が終わってから TBS 放送を聞いてるので嬉しいですということで、だからこれを読むのもねちょっとね、その裏では東京 FM の番組も行われてるわけですから、はい、赤江さんもドラマお耳に合いましたねに出られてると話されたので、本部長と赤江さんの絡み楽しみにしておりますということで、それから実は先週東京都女性27歳会社員のですね、うん、赤井毛玉さんもですね、本部長来週玉結び出られるんですね楽しみですということで、先週向こうの番組の方で発表していただけたということで書き込みいただいております。2人ちょっと紹介させていただきましたけども、はい、木曜日、テレビ東京系列でですねドラマお耳に合いましたら、放送中でございますけども、脚本で初めてチーフで参加させていただいております。そんな中ですね、ポッドキャストの話でありながらもラジオ大好きな主人公の OL の伊藤真理香さんが、伊藤真理香さんも実はちょっとニュース的にはですねコロナの陽性ということで、大変な状態で自宅療養中ということでございますけども、その、
ラジオが好きということでですね、ラジオレジェンドが毎週出るということで、第1話は吉田照美さん、この番組にもゲストで来てくれまして、で全部はちょっとねこう時間かかるんであれですけど、第4話がですねグランジの遠山さんということで、スクールオブロック遠山校長ということで、今週木曜日の放送の第6話がですね、なんと、玉結びの赤江さんがレジェンドで出ていただけるということで、明日私行ってきましてですね、はい、ドラマの話を赤江さんと共にさせていただけたらなと思っております、うん、ということでございま す, 楽しみです。そのご報告でございました。聞いてほしいんですけど、聞いてくださいって最後に言えなかったですね。いやまあ聞いてほしい、まあラジコが今ありますんで、いろいろなものを使って聞いていただけたらな、タイムフリーで聞いていただけたらなと思っております。時FMの番組もありますのでね、その時間ということでございます。ちょっとお邪魔させていただきに行ってこようかなと思っております。さあということで、ここからの時間はこちら、この時間は我がスカロケリスナー社員の皆さんからの今日頑張ったこと、大変だったこと、嬉しかったこと、そんなメッセージをご紹介します。スカロケからお疲れ様と言わせてください。それではどんなメッセージが届いていますか。神奈川県43歳男性会社員のかまぼこコンパチローさんです。かまぼこコンパチローさん、はい。最近家族と育てていた夏野菜のトマトの苗がついに枯れました。枯れた方、はい。妻と子はまた育てればいいよと言ってサバサバしています。私だけ思いのほか落ち込んでいます。はい。人生は思い通りにいかない、この3ヶ月育てた時間は無駄じゃないと言い聞かせたい。意外とね、お子さんなんかが気が傷つくというかね、はい、落ち込んだりしちゃうのかなと思ったら、奥さんとお子さんはまあまた育てればいいよと、結構スイッチ切り替えて前向き、うん、で思ってた以上にコンパチローさん本人がショック、ご自身でも結構驚いてるのかもしれませんね、うん、そういうものなのかもしれません。もしかしたらコンパチローさんが家族の中で一番水あげたりしてたのかもしれませんけども、この辺ちょっと分かりませんけども、そういうことって起きてから、ことが起きてから気づくこともありますね、うん、はい。それでは本部長、かまぼこコンパチローさんへ向けて早速乾杯しましょうか。いやー、3ヶ月短いようで長い3ヶ月だったと思いますけども、その間ですね、毎日をどんな感じかな、伸びてきたなとか、いつ身をつけるんだろうか、いろいろなこと考えてたんじゃないかなと思います。ショックな自分がいるということで、でもなんかそれだけそのトマトに対して愛着があったってことは、僕それすごい素敵なことだなと思いますので、まあ弔いの意味も込めてですね、飲んでいただけたらなと思いますけども、これは乾杯でいいのかしら。乾杯でまあスイッチ切り替えてもらって、うん、いきますか、はい。夏の途中でございますし、ここまで育てたことは決して無駄じゃなかったということで、かまぼこコンパチローさん、お疲れ様です。乾杯。スカイロケットカンパニー。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。記者の浜崎美穂です。さあ今日は今年は何したんけん、お盆報告会。メッセージフォームに届いています。はい。東京都の女の子、ラジオネーム、スルメちゃん。スルメちゃん。お疲れ様です。お疲れ様です。小学校6年生、11歳のスルメです。今年の夏休みも、コロナウイルスの影響で、おばあちゃんの家に行っていません。私は生まれてからずっと夏は必ずおばあちゃん家に丸々1ヶ月行っていました。あー、なるほど。けど去年も今年もまだおばあちゃん家に帰っていません。なのでとってもつまらない夏休みです。どこにも行けず、ずっと宿題と自粛。夏休みの中に行くはずの日光林間学校も延期になって悲しいです。担任の先生に、日光林間学校にラジオを持って行っていいですかと聞いたら、ダメですと言われ、頭の中でガーンと思っていました。
なぜ持ってってはダメなのでしょうか。私はお友達にもこの機会にスカロケを、本部長と秘書のことを教えてあげたいし、今楽しみが全然ないので、とりあえず頑張って貯金をしています。コロナが終わったらいろんなところに行きたいです。これからもラジオでみんなに元気を送ってください。本部長と秘書はどうやって楽しみを見つけていますか、教えてください。学校の先生が林間学校にラジオを持ってっちゃダメだよって言ったのは、やっぱり日常を離れて、何かを勉強しようと、そして友達ともいつも以上に深い交流ができますようにということなんで、なるべく日常のものを持ち込まないっていうことで、ラジオ禁止ということなのかもしれないですね。それから小学生の女の子でね、スカロケ聞いてくれててありがとう。周りの学校の友達に勧めてもあんまりピンとこないかもしれないから、気持ちだけありがとうね、本当に。それから夏の楽しみはね、それぞれね、秘書も僕も見つけてるけど、あのスルメちゃんがね、おばあちゃん家に行くことをですね、今年はまだ帰ってないと、そこで生まれ育ったわけではないと思うんですけども、そういう表現してるのがとっても素敵で、おばあちゃんも会いたいなってスルメちゃんに思ってると思います。早く会えるといいね。ハンコ、子供も大人もかもしれませんけども、日本のですね、田舎ある方ない方と分かれるんで、これまた微妙な話かもしれませんけども、小さい時は誰もがですね、トトロ見えてたのかもしれませんし、猫バス乗れてたのかもしれませんし、もう年齢問わずですね、もし田舎がある方はですね、おじいちゃん家おばあちゃん家がある方はですね、行きたいなと思ってる方多いんじゃないかなと思います。お聞きいただいてるのは井上あずみさんです、隣のトトロ。ここで東京 FM からのお知らせです。1985年、全世界の危機を救うをテーマに開催された伝説の音楽フェス、ライブエイド。映画ボヘミアン・ラプソディでもおなじみになったこのフェスは全世界に中継され、いわばオンラインフェスの先駆けともいえるものでした。新型コロナウイルスの影響で危機にあえぐ音楽シーンを救うべく、ライブエイドの精神を掲げたオンラインフェスの開催が決定しました。音楽ライブ配信プラットフォーム、ミューザーが送るミューザーフェス2021ミュージックエイド。今お聴きいただいているソイル&ピップセッションズ、サニーデイサービス、オリジナルラブ、シラフをはじめ、海外アーティストを含む24組のアーティストとともに、9月11日、12日の2日間、東京 FM 公演でオンライン開催が決定しています。詳しくは、ミューザーフェスで検索ください。お疲れ様です。ほう、スカイロケットカンパニー桃屋の秒飯、味を大切にする桃屋の提供でお送りします。さあ、ここからは夕方に皆様の食欲をそそるこの企画、桃屋の秒飯。スカロケリスナーが考案する桃屋の商品を使った超簡単でまさに秒でできる秒飯の作り方を毎週ご紹介させていただきます。食事の強い味方、桃屋の商品と身近な食材をアレンジするだけよ、桃屋。これまで様々な秒飯が登場しましたが、なんとこの度その中から桃屋さんの公式レシピとして採用していただけるレシピが誕生しました。今週は番外編ということで詳しいお話を伺っていきましょう。桃屋の栗山さんとお電話がつながっております。もしもーし。もしもーし、桃屋の栗山です。よろしくお願いします。お願いします。桃山さん、あ、失礼しました、栗山さん、あのちょっと必死になってしまって、すいません、やりがちなミスが冒頭から桃屋の栗山さん桃山さん状態、わかりますよ、わかる、
栗山さんすいませんね。失礼しました。とんでもないです。ありがとうございます。もうなんか決して間違いじゃないような気もするんですけど、すいませんねこれは。いえいえ、栗山さん、どのレシピが公式に採用されたんでしょうか。はい、たかしんさんご考案いただいた刻みにんにくのバター醤油ご飯と、はい、あとベーコンエピさんご考案いただいた、梅好みと薬味たっぷりのそうめんつゆを採用させていただきました。はい、たかしんさんとベーコンエピさんのレシピでございます。すごい、おめでとうございます。はい、両方記憶にすごい残ってますし、ありますね。そもそもこれ毎週やらせてもらってますけども、その中でも公式レシピとして選ばれるシステムがあるってことを初めて知りましたけども、はい、そういうのがあったわけですね。あ、そうですね、毎月1回メニュー会議という、あの桃屋の簡単レシピに掲載する新メニューの打ち合わせがあるんですけれども、はい、はい、そこであの秒飯に採用されたメニューを試食しております。うわー、そうだったんですね、はい、ありがとうございます。はい、で、あの皆さんのメニュー、すごく甲乙つけがたいほど素晴らしいメニューばかりで、本当に悩んだんですけれども、その中でも特にあの商品の特徴が生かされていて、誰でも秒でできる美味しいメニューというのを今回採用させていただきました。なるほど。じゃあ公式採用になったポイントは、はい、はい、今言った点とかですか。あ、そうですね、はい、はい、なるほど。あのこちら桃屋の公式レシピサイトにアップされた際に、またこのコーナーでもお知らせさせていただきます。あ、はい、ぜひお願いします。では今月のテーマは、はい、夏休み子供が喜ぶ秒飯なんですが、せっかくなんですが、はい、あの栗山さんのおすすめのレシピ教えていただけますか。はい、今回ご紹介するのはアボカドのご飯ですよあえです。アボカド、はい、作り方教えてください。はい、まずアボカドを適当な大きさに切っていただきまして、ご飯ですよと混ぜます。で、小ネギとお好みで練りわさびを少々入れていただいて、あえれば完成です。簡単秒飯ですね。本当に秒でできますね。はい、うん、はい、で、あのお子様が食べる場合はわさび抜いていただいても十分美味しいですし、はい、あのおかずとしてもおつまみとしてもご家族でお楽しみいただけるかなと思います。なるほど、お子さんがいる家庭はわさびを抜いた状態で作っといて、うん、わさび横に置いといて、はい、お父さんお母さん食べる時なんかにわさびちょろっとつけてもいいわけですね。あ、その食べ方すごいいいですね。はい、なるほどなるほど。ということでスタジオにもご用意させていただきました。はい、本部長は遠くの方で食べてもらいます。おい、どんどん説明雑になってるななんだその遠くの方でって、もうちょっと言い回しあったろ。部屋を分けてソーシャルディスタンスで距離保って食べてますとかさ、はい、なんか俺、変なやつだぜ今のだけ聞いたら本部ちゃんは遠くの方で食べてもらってますみたいな。 いやもうちょっとあったでしょ言い回し、はい、ではこちらの栗山さんの秒飯いただきたいと思います。どうぞお召し上がりください。わー、アボカド一口サイズにカットされております。いただきます。合う、合いますよ、ご飯ですよとアボカド、おいしい。本部長もぜひ。はい、うん、美味しそうですね見た目も。じゃあちょっとたっぷりいかせていただきます。いただきます。うまい。あ、めちゃくちゃ美味しいです。あ、なんでしょうこのアボカドとご飯ですよの違和感のなさ。ちょっとわさびが別で乗ってたんで、わさび、はい、込みでいきたいと思いますけども。うん、あ、なるほど。あ、大人なんでわさびあった方が夏っぽさ逆に感じるというか。あ、おいしい。いいですね、このツンとした感じとご飯ですよがぴったり合ってますね。本当にお酒でも、はい、お酒でもいいですし、はい、ご飯でもいいですねこれ、白飯でも。そうですね、あのお酒も進むメニューかなと思います。うんうん、はい、おいしい、おいしいです。栗山さんはい、ごちそうさまでした。
ありがとうございます。さあということで最後になりますけれども、リスナー社員の皆さんにメッセージお願いします。はい、あ、いつもアイディアあふれるメニューをありがとうございます。すごく手間と時間をかけて作った桃屋商品に皆さんの愛がプラスされることで、毎週素敵な秒飯が生まれていると思います。毎週社員でも気がつかないような斬新な切り口っていうところに非常に勉強になることばかりです。これからも月曜日楽しみにしてます。ありがとうございます。リスナーの皆さんもですね、はい、考えてくれた人もですね、はい、嬉しく聞いてたと思いますけども、こうやって公式レシピにですね、はい、選んでいただいたりとか、そして今日は何と言っても3時間通して掲示板の方に書いていただいたメッセージ、はい、読まれた方全員に6瓶セット、はい、そうなんです、桃屋さんからプレゼント、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひぜひまた皆さんで秒飯を楽しみいただければと思います。はい、たくさん読んでいいですか今日3時間で。あ、できればお願いします。わかりました。栗山さん今日はお忙しい中ありがとうございました。はい、ありがとうございました。本日ご紹介しました秒飯はスカルケのツイッターにもアップします。とにかく楽で美味しいレシピをお待ちしています。今月8月のテーマは夏休み、子供が喜ぶ秒飯。投稿してくださった方の中から毎週5名様に桃屋人気の瓶詰め6種類、ご飯ですよ、辛そうで辛くない少し辛いラー油、刻みニンニク、刻み生姜、穂先メンマ、柔らぎ、味付け山菜、こちらをセットにしてプレゼントしています。そして本日のスカロケではメッセージが読まれた方全員にこの桃屋の人気瓶詰め6種類セットプレゼントさせていただきます。さあメニューは桃屋の秒飯のメッセージフォームから桃屋セット希望と書いてご応募ください。さああなたの秒飯で僕たちをうならせてください。お送りしたのは東京 FM グラミューソング3ピースロックバンドザ人間、さよならベイベーでした。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長の万坊八代です。秘書の浜崎美代です。さあ本日の議題はこちら、今年は何した案件お盆報告会。さあ例年とはちょっと違う夏でございますけども、皆さんどのようにお過ごしでしょうか。そして先ほど、桃屋のですね栗山さんからもお話ありました通り、はい、今日はもう読まれた方全員に瓶詰め6瓶セットでございますプレゼントですので、どんどん読んでいかせていただけたらなと思います。神奈川県27歳男性、会社員のゴンタの子さん。ゴンタの子さん、本部長秘書、社員の皆様お疲れ様です。お疲れ様です。今年のお盆報告案件ですが、今年初めくらいに友達から借りたゲームを返そうとやっていました。はい。しかしまあ1週間くらいで終わるだろうと見込んでいましたが、うんうんうん、はい、本気出せばねゲームなんて、まあ1週間から10日で、現在1週間経った今も終わっていません。はい。どうやら30時間以上はプレイしているようです。今年の頭に借りたの？今年の頭に借りたって書いてありました、はい、それでようやくやり始めたってことなのかしら、ね、夏に入って、うん、はい。濃厚な内容でありがたいのですが、出かける隙を与えられなかったので家の中で安全に過ごせました。はい。今日でお盆休み最後ですが、8月中には終わらせますから、もう少し待ってくれ友人。1週間で30時間ぐらいってことは、でも1日4時間ぐらいで抑えてるってことですね、うん、これだからあんまり言っちゃいけないかもしれないですけど、難しいな、働きながらだったりするのかしら。あ、もうやっぱゲーム始めると1日4時間じゃ収まんない時ある。やっぱ10時間ぐらい走っちゃう時ありますからねそのあっという間にあっという間に行っちゃう時ありますから、うん、お仕事しながらなんとかやってるんでしょうけど、でも1日4時間やったらもう寝不足にちょっとずつ入ってきてることとは思いますけども、うん、まあゆっくりゆっくり、友達がね今年の頭に貸してくれたってことですから、そんなに急いでないってことだと思いますので、はい、ゆっくりクリア、もうやり込んじゃってください。本当にまだ夏2週間、夏っていうか8月2週間かあと
改めて口に出すもんじゃないなって今思いましたけどもね、うん、ゲーム楽しんでください。ハンコ続いて、はい、続いてどんどん読みましょう。群馬県38歳女性会社員の冬田美代さん。冬田美代さん、はい、はい、本部長秘書リスナー社員の皆様お疲れ様です。お疲れ様です。おうち時間が増えてなかなか外でアクティブなことができなくなって辛い日々ですが、なんかチャレンジしたくて先月からドラムを習い始めました。ドラム、楽器のドラム、はい、今月ついに電子ドラムを購入し、はい、お盆ももちろんドラムの練習をしていました。やばい T シャツ屋さんの集まれパーティーピーポーという曲を、はい、ドラムの講師の先生が初心者用にアレンジしてくれて、ご機嫌な楽曲をまた、はい、毎日練習した甲斐もありノーミスで叩けるようになりました。来た来た来た、はい、気分はライブステージにいるプロのドラマーです。はい、昨日かっこよく自分が叩いている姿を動画で撮ってみたんです。そこにはドラムセットの周りで騒ぐ赤ちゃんとかっこいいにはほど遠いロボットみたいな動きをする私が映っていました。そういうもんなんですよ、様にならないんですよ、なかなか。動画は即刻削除しました。はい、そんなお盆でした。赤ちゃんもいるんだね。また練習頑張ります。はい、ということでね、まあ、電子ドラムということでうるさくならないようにということもあるんでしょうけども、赤ちゃんはどんな感じで見てくれてんですかね。心地よいと思ってますかね。多少は漏れてくるのか聞こえてくるのか分かりませんけども、なんかやってんなぐらいに思ってるのかもしれませんけどもね、踊りの振り付けを覚えたからってそれをノーミスで踊ってみたとて、はい、自分で動画見たら あ、もうプロみたいに踊ってるようなイメージがあったけど、はい、こんな感じなんだとかっていうのはもうどれもやってみるとそういうもんですね。歌もうまく歌えたと思って録音してみたの聞いたら、え、こんなに声って震えてんの、ずれてんのとかっていろんなことわかるもんでございますけども、でもなんか何か家でやれることの習い事というか新しい趣味を見つけるっていうのは、はい、このコロナ禍においては一番いいんじゃないかなと思いますね、うん、ドラムもうこれからも仕上げてってくださいということで、くんのかな、どうなんだろう、ハンコ。さあ今話にも書き込みにもありましたヤバ T でございます。ヤバい T シャツ屋さんということで、集まれパーティーピーポー、パーティーピーポー、うん、合ってるということでございますけども、なんでしょうね、やっぱり音楽の持ってるパワーあるなと思いますけども、ちょっとねこうどうしていいかわからない夏の中にあっても、先週なんかも放送でとにかく夏楽しみましょうってことで、はい、夏の楽曲をかけたりみんなでカラオケをやらせてもらったりしてると、ちょっと楽しい気分になってくるように、やっぱりあ賑やかな楽曲がかかると気持ちも少しだけ色づくというかですね、なんか楽しい気分になってまいりました。今週のスカロケもですね、なるべく夏らしい楽しい放送を届けてきたらなと思っております。スカイロケットカンパニーをお聞きの皆さん、お疲れ様です。夏休みから戻ってきたユージです。お疲れ様です。吉田明夫です。明日のワンモーニング、コロナ禍で増えているという家の中での子どもの事故について考えます。8時台のゲストはグルメコミュニティアプリサラを展開する株式会社サラ代表取締役の高橋陽太さんです。ワンモーニングは明日も朝6時スタートです。本部長そして秘書、ただいま戻ってまいりました、ありがとうございます。この1週間ちょっと掛け合いがないのが僕自身実は寂しさもあったりとか、うん、ワンモーニングに対する寂しさもあったりとか、はい、まあ、ただね結果として距離を置くっていうのは大事なんだなと学べる1週間でした、はい、おかげでフルパワーで帰ってきましたんで、これからも引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。やっぱお休み取るってこと大事だなと思いますし、今までもユージさんはフルパワーでどんなお仕事でもやってる、朝からワンモーニングもですね、うん、そういうイメージですけども、さらにフルパワー宣言ありましたし、はい、ちょっと今日はねもやもやした夏ですねなんて話してますけども、やっぱり東京 FM の朝の声お二人でね全国から始めてくということですので、うん、フルパワー頼もしい限りでございます。スカイロケットカンパニー一押し動画配信部サポーテッドバイ DTV。 DTV の提供でお送りします。ここからの時間は一押し動画配信部。ステイホームが続き、音楽、映画など様々な配信サービスに需要が集まっています。
毎週月曜日のこの時間はリスナー社員に見てほしい映像作品をご紹介します。そしてその映像作品をおすすめしてくれるのは一押し動画配信部部長のガリット中熊谷茶さんです。お疲れ様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。それでは熊谷部長、今週の作品お願いします。8月はこの夏一気にしたいシリーズ作品をテーマに一押し作品をご紹介していきます。今週はジャンプアニメ特集をテーマにこちらの作品をご紹介。2008年公開、ワンピースザムービーエピソードオブチョッパープラス冬に咲く奇跡の桜。なるほど、ワンピース来ましたか。まずはですね、まあ、知ってる方多いと思うんですけども、知らない方も多いと思います。秘書からあらすじお願いします。公開中に高熱で倒れたナミを救うためドラム王国に降り立ったルフィ海賊団一行は、雪深い山に住む魔女と呼ばれるドクタークレハを探すことに。ドクタークレハを探し当たるまでに力尽きてしまったルフィたちを救ってくれたのはその弟子であるトナカイのチョッパーだった。しかし国を捨てた極悪王国、極悪国王ワポルが兄のムッシュールと共に戻ってきてという内容ですが、熊谷部長いかがでしょうか。はい、僕こちらの、作品にワンピースの数あるエピソードの中でも感動的なストーリーとして称賛を集めている冬島ドラム王国編を映画化した作品なんですけども、はい、もうこのチョッパーと、うん、ドクターヒュルクさんとのこの出会い、出会い、こっからですね、もう感動、もう分かります。泣いちゃった、もう。まあ、原作というか、はい、漫画で読んだ時も、うん、部屋で一人で号泣しましたけども、はい、あ、やっぱりあの前半ね、この、うん、なんて映画って、はい、あの漫画で描かれてるところとそうじゃない両方のパターンあるんですけども、うん、一度読んでるはずなんですよね、うん、でアニメでも見てるはずなんですけども、うん、この映画としてまとめられてて、うん、初めての方も見やすくなってて、うん、いや俺映画でも2回見て2回とも泣いてますよ。ね、本当もう感動が押し寄せてきて、まさに感動のミルフィーユって感じで、もう何層にも重なって考えてきたでしょ。考えてきてます。それだけは絶対言おうと思って、はい、3日前から言おうと思って決めてきてます今日ね。感動歯が重なるじゃないけど、感動が重なって重なって、いやもうどんだけ来るんだっていう、あの後半の畳みかけがそれこそ布石、うん、布石、前振り、布石のミルフィーユですよね。後半回収のミルフィーユがね、そう回収、伏線回収もすごいんですよ。すごいですよね、これに関しては、はい、いや本当によくできてるシリーズの話だなってすごい思う。秘書は知ってるんですか、ワンピースは。正直どれぐらい通ってないんですよ。通ってない、通ってないって方も多いと思いますよ。いやね、確かに、はい、そうなんですけど、このまあまあこの一気見シリーズと、はい、いろんな作品がこう DTV で見れるんですよ、はい、ザ・ムービーが、はいはい、で、うんうん、まあ、この中でこの、今回この冬に咲く奇跡の花、奇跡の桜、うん、エピソードオブチョッパー、はい、もうこれだけ見てもめちゃくちゃ感動できるっていう作りというか、はい、いや本当です、うんね、漫画とかアニメにないような話も入ってきてたりもしますし、うんうん、それなんでかって言ったら初めての方も見やすいようにちゃんと作られてるんですよ、うん、そうなんですよ。でメンバーもまだ少ないですしね、うん、確かね、ナミがいて、うん、ゾロがいて、サンジはいる、サンジもいます、サンジもいて、はい、それから、ウソップもいるから、はい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 、まだまだ少ない、はい、じゃあもうここからスタートしても大丈夫、まあ、行こうと思ったらいけると思います、はい、一つの物語、単体の物語として見ても、うん、本当によくできてると思います。僕もなんか泣き映画50選で熊谷50選みたいのを選んでるんですけど、はい、誰でも望まれてませんよねそれどっかの仕事で雑誌であったとかじゃないですよねどこにも出してないんですしてない熊谷50選があるわけ、ね、熊谷50選があるんですよ、はい、この一作だけで僕はもう一選入りました、この50選。わかります、わかります、うん、ね、はい、ここから入ってもいいし、うん、そのちゃんと順を追ってもいいですし、うんうんうん、まあ、ちなみに余談ですが、このワンピースザムービーお祭り男爵と秘密の島という作品もこの DTV 見れるんですけど、はい、こちらが細田守監督、あの狼子供の、はいはいはい、長編デビュー作なんですよ。ええー、
はい、このお祭り男爵的に、あ、そうなんだ。そうなんです、まあ、このあのワンピースにこの細田スパイスがかかった、なるほど。ですけども、ちょっと DTV の都合であんまりいろんなこと言えないですけど、作家の鈴木治さんが書いてるね、ザ・ムービーもありますし、あ、そうなんですよ。でこれね、あの本当にね、あのエピソードオブチョッパーで冬に咲く奇跡の桜、なんでこういうタイトルがついてるかっていうのも、これがね、またね、あの漫画とアニメよりも最後のとこが、うんうん、ね、これ以上は言えないですけど、いつも俺が一緒とやってるの、今日本部長とやってるのね。いや本当ね、これね、いやこれ本当にね、名シーン、名ゼリフの後半、応酬ですよ、うん、マジです、マジです、本当名ゼリフのミルフィーユって感じ、いろんなミルフィーユがあるんですね。いや、あのね、なんでチョッパー好きな人がワンピース見てる人で多いかって言ったら、可愛いっていうのもあるんですけど、この話がとってもいいからっていう部分も大きいんじゃないかなと思います。あの世代によってはワンピースすごい見てた世代と、で今小学生ぐらいだと、もしかしたら途中からもう70巻80巻物心ついた時にはっていう世代なんかもいて、なかなか追いつきづらいっていう人たちもいるかもしれないんですけども、お子さんもここから入って大丈夫ですね。はいはい、この機会にも一気見という、一気見ね、全然できます。こっから入っていろんなシリーズ、はい、だからこのワンピースの他のエピソードをちょっとチリチリに言っても大丈夫だもんね。大丈夫です、大丈夫、大丈夫、はい、本当にそれぐらいですよね。はい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 、めちゃくちゃ面白い。ちなみにですよ、はい、ワンピース以外にこれ先ほどジャンプ作品みたいな言い方一応しということで言ってましたけども、あの DTV さん的には何があるんですか。まあ、他にもあの、ナルトやブリーチなども見れたり、ナルトブリーチもあるんですね、はい、あるんです映画版が、はい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 、他にもですね、僕的にはですね、僕のヒーローアカデミア、なるほど、ぜひこれご覧になっていただきたいなと。あの劇場版が公開になったばかりですか、はい、そうですね、劇場版がなるのかな、はい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 、でこの劇場版見れましたアニメシリーズがこの DTV で見れるんですけども、はい、本当に僕この特殊能力個性を持った、はいはい、人たちのお話なんですけども、僕がハマってまして、ハマってる、いいですね。え、あのじゃあ、うん、映画の方もほぼ見てる、あ、そうです、映画、はい、映画も、はい、このヒーローアカデミア、略してヒロアカって言われてるんですけども、はい、本当に人気を、あの高いです。もうファンの方多いんですけど、ヒロアカ僕実は通ってないんですよ、うん、通ってないんですか。ジャンプをずっと小学校から読んでて、ヒロアカ通ってないんですよ、あ、ぜひこのアニメシリーズ TV で、はい、もう1期から5期までもう最新話まで見れるので、はい、本当にこのちゃんと分かりやすくて、はいはい、なんか熱くて、はい、もう最初からもう心つかまされちゃって。ヒロアカのムービーの映画のおすすめはどういったポイントですか、うん、そうですね、もうオールマイトと緑谷少年のもう指定愛、オールマイト、オールマイト、はい、はい、もうという、まあ、師匠ヒーローの師匠ヒーロー、はい、いるんですけども、はい、その泉谷少年との交流というか、はい、泉谷少年がちょっとこの個性がみんなある世界のお話なんです。個性、はい、みんなが個性を持って、はい、うん、ただ泉谷少年がちょっと個性がないっていうところから始まるんですよ。はい、はい、そこからこうだけどヒーローになりたいみたいな、はい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 、でこのもう本当に魅力あふれるキャラクターなんかもう戦いもいいんですけども、そのなんていうんですか、この交流で熱い感動というか、うん、努力とか、はいはいはい、だからそういうとこはもうたまんないですね。その日頃努力しないことで、はい、ガリット中の相方の福島さんに死ぬほど怒られている中年おじさんの熊谷さん、はい、少年が努力する映画見て感動できるんですか。できるっす、俺も頑張んなきゃなってこんな僕より下な主人公たちが頑張ってるのに、努力しない努力しないで25年ぐらい怒られてますけど、そうなんですよ、はい、はい、それでもまだ努力しようってこの映画見たら思える、ずっと思えるんです。だって1時間後忘れちゃったりするんで、お酒飲んで残念だな。すぐ酒飲むからよ本当に。
すいません。はい。秘書なんかあります？聞きたいこと熊谷さん。魅力をやっぱり三つのポイント説明。これはまあさっきの映画も含めて漫画も、はい、もう作品としての、はい、どういう話かを三つで、はい。はい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 。ヒロアカどういう話ですか？三つ教えてください。はいはい、オールマイトと緑谷少年の本当に指定愛が感動。他にも本当個性あふれるキャラクターたちがいっぱいで可愛く笑えます。本当にこの感動めちゃくちゃ面白い、アニメです。全部同じこと言ってたよほぼ同じこと言ってたよ指折りながらラジオで指折りながら一本ずつほぼ同じこと言ってた大丈夫折れてなかったよ。もうなんで俺その指を折っていけるのかのマインドが分かんないごめんなさい同じこと言ってどうして指折れるのかが分かんない見てくださいよ分かった。ヒロアカ追うわ。じゃあヒロアカ追ってください。分かりました分かりました、はい、映画で追いたいなと思います、はい。熊谷部長、今週もありがとうございます。ありがとうございました。本日ご紹介したワンピースザムービーエピソードオブチョッパープラス冬に咲く奇跡の桜の他にもナルトやブリーチなどのジャンプ作品を DTV で絶賛配信中です。 DTV はレンタルとは違い、いつでもどこでも見ることができます。月額550円定額制の DTV でぜひご覧になってみてください。そしてこのコーナーではリスナー社員から毎月テーマに沿った一押し作品に関するメッセージを募集しています。8月のテーマはこの夏一気見したいシリーズ作品です。メッセージを送っていただいた方の中から抽選で3名様に高音質 Bluetooth スピーカーをプレゼントします。はい、ということで秘書ん、人はいつ死ぬか知ってます？え、いつ？人はいつ死ぬか知ってます、うん、寿命が来た時、寿命が来た時、はい、心臓が止まった時、うん、肉体がなくなった時、はい、そうじゃねえだろう、はい、映画を見て今セリフ今打ってんのかなと思って、あ、打ってないの。一番大事なところですよ。大事なところですよ。セリフ用でしたよね。緊張してたんで今ちゃんと言わなきゃって言わなきゃ。ごめんごめん、危ない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 、息吸ってマイクに口近づけてた。ありがとう、止めてくれた。その答えは、はい、ね、そうです、映画の中にありますんで、はい、ぜひ見てくださいこの時間は一押し動画配信部部長のグリッド中熊谷茶さんにお越しいただきました。今週もありがとうございました。ありがとうございました。一押し動画配信部サポーテッドバイ DTV。 DTV の提供でお送りしました。スカイロケットカンパニーです。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。さあ今日はですね、今年は何したんけんお盆報告会でございます。東京都41歳女性、パート業のみーちゃん母さん。みーちゃん母さん、本部長、秘書、社員の皆様、お疲れ様です。お疲れ様です。私は某ファミレスで働いていますが、はい、今月末で閉店することになり。ファミレスが閉店。いつもの夏よりすごくセンチメンタルです。はい。閉店前の駆け込みで来店してくださる常連のお客様から名残惜しいとのお言葉をたくさん聞き、毎日仕事中に泣きそうで、でも無理して笑顔を作ることに少し慣れてきてしまったような。とにかく最後の日まで気持ちを安定させながら頑張ろうと思います。近くにあるファミレスって仕事しに行ったりとか、まあコロナ禍前であれば24時間やってくれてる場所なんかも多かったんで、はい、フラッと気分転換に行ったり、夜中ちょっとご飯食べたりとかって、うん、生活の一部になってるようなところも多いですので、うん、それ以外の飲食店もそうですけども、やっぱりちょっとずつ街を歩いていて、はい、あ、ここも閉店になってしまったのかなっていうのがやっぱり昨年から少しずつ増えてきてるような気もしますし、うーん、ちょっと話ずれますけども、ライブハウスなんかも結構先週も発表ありましたけども、スタジオコースト
それからいろんなところが僕も見に行かせていただいたりとか、自分が仕事としてステージに立ったところも、はい、で大きいところはニュースになりますけども、ニュースにならないところも小さいスタジオなんかもですね、結構、まあ、閉店というか、まあ、終了の話が多くて昨年から、そこねやっぱ利用してた人たちからするとファミレスももちろんそうですけども、で今ね書き込みにもありましたけども、そうやって声かけてくださる方に対して、寂しい気持ちがあったりとか苦しい気持ちがあったりとか嬉しい気持ちがあったりと、だけどそういう作り笑いにも慣れてきてしまってる自分もいるってことで、はい、なんかねこのコロナというものの苦しい部分に良くも悪くも僕たちが麻痺してきてる、うん、ちょっと慣れ始めてるというか、やっぱり外になかなか出れないとか、うん、ずっとマスクを全員がしてるとか、お盆なのに大事な人に会えないってことに慣れてきちゃってる、でこれが慣れなきゃやっぱりなかなか心的にやってけないから、僕たち人間ってそうだと思うんですけども、はい、慣れすぎていいのか、でもねこれがもう難しいですね、慣れないとやっていけない部分もあるかもしれませんけども、お勤めだったファミレスが閉店ということでとっても寂しいと思いますが、お疲れ様でございました。ハンコ。Welcome to Yellow City。 タイヤの品揃えならイエローハット、タイヤの取り付けならイエローハット、タイヤで選ぶならイエローハット。7時です。お疲れ様です。スカイロケットカンパニーです。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。時刻は7時を過ぎました。秘書の浜崎美穂です。さあお届けしましょう、ヒゲダンの新曲です、アポトーシス。さあお聞きいただいてるのはですね、8月18日にリリースされるオフィシャルヒゲダンディズムのニューアルバムエディトリアルの中からアポトーシスでございます。7時台に、入りました。7時でお仕事終わった方々お疲れ様でございます。お疲れ様です。さあそして明日本部長が玉結びに、 TBS ラジオの玉結びさんに、はい、はい、明日行かせていただきます。あの書き込みもありがとうございました。その件で、その件でベレハナの山崎れなさんが755で反応してくれています。あー山崎れなさん、はい、はいはいはい、1時3時東京 FM 誰花、うん、はい、もしかしてスカロケ聞いているのかもしれませんが、はい、左耳は玉結び、右耳は誰花でお願いできますでしょうか。優しい、何とぞーと優しい乃木坂の子、本当にありがとうございます優しいってか俺はもう何て言っていいかこれに関しては分かんないんですけどもね、うん、そうですね、まあちょっとそうですね、まあ聞こえづらいと思いますけど、うん、そうすると まあどっちかをオンタイムでどっちか時間ずらして、まあ今でも本当にラジコがあるんで、フリー機能が入れたいこと。そうなんですよ、僕もねちょっとやっぱり楽しみというか、初めて玉結びさん行かせていただきますんで、初です、はい、初です、もちろん。でやっぱりねこうラジオ業界でもこう長く続いてる番組ですし、人気番組じゃないですか、で吉本の先輩などもね、出てらっしゃるところですし、ちょっとやっぱね普通の他の仕事よりも緊張はしますね、ただ僕はその何の話しに行くかって言ったら、自分が参加させていただいてるテレ東系列さんのドラマの宣伝で、脚本家として、はい、そして赤江さんにドラマの出演をこう快諾いただいて出ていただいたってことへのお礼を、ただねここが難しいんですけど、何ですか、僕の脚本会じゃないんですよこれね、これがすごいね、結局じゃあ何の話したらいいのかっていうところで、はい、撮影風景もいけてなければ、セリフも書いてないんですよ赤江さんの僕うわちょっとこれ難しいところ、うん、どんな雰囲気になるのか気になりますよ。そうですね、うん、だから何を言っても僕が書いてないっていうねところなんですけども、まあその辺はでも本当に一応チーフとして今回入らせていただいてますんで、とにかくドラマサイドとしてですね、きっちりとお礼と、そして宣伝をさせてもらいに行かせていただけ、まあでもまあ宣伝って言ってももう楽しく、はい、
本当に喋れたらなと。でやっぱこう TBS さんに対してもね、こうマンボヤシロってなかなかやれるじゃないかってところも、なんかあった時のために見せとかないと。アピールしに、アピール当たり前でしょ。あれ、じゃあそうですね、ざわつかせてくださいね。いや、ざわつかせない、その本当安定した喋りを繰り広げていきたいなと。ざわつかせる必要一切ないから。タイムラインとかでこうざわつくような感じとかないんですか。いやいやいや、傷跡とかいらないんですよ。爪跡っていうの、爪跡なんか一個もいらないの。うわ、丁寧に丁寧にやっていこうと。いや、丁寧に、ね、他国にさ、ラジオの番組で行くときってどういう意識で行ってんの、うん、はい、すっごい丁寧に。そうでしょ。あの子やれるなっていうところを見せなきゃいけないわけだからさ。楽しみ。きっちりやっていきたいなと思っております。さあ、ということでここからの時間は疲れ気一番絞り、やっぱりビールは美味しい、嬉しい。キリン一番搾りの提供でお送りします。さあ、月曜日はこちら、今週の一番つぼり、全国うまい物語。皆さんがこれまで食べた全国の美味しいものを文章だけでいかにうまかったかを表現してください。読まれた方全員に一番搾り 350ml 缶24本入りワンケースをプレゼントします。あのリスナーさんが全国の美味しいものを書いてきてくださって、そこであの、はい、それを秘書がね、うん、咀嚼音だったりとか擬音とかオノマトペというかですね、それをなんかこう頑張って面白く言ったりとかいろいろやって、こうでなんかこうむしゃむしゃとかバク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 とかで、ある時からピチューっていうようになって、はい、でなんかリスナーさんもピチューを気に入ってくださって、ピチューをこう、うん、うまい物語の中で書いたりとかっていうことがあったんですが、うん、先週がスペシャルでやってたんでしたっけ、はい、やりましたね。ずっともうずっとこう夏のうまいものをですね、はい、読むっていうことで3時間やってる流れで、なんとピチューと書いてないものをリスナーさんが勝手にピチューって読んでる捏造が判明して、はい、で今回だけです、たまたまやっちゃいましたとスペシャルでという、はい、しょうがないねなんて言ってたら、過去にもこのコーナーで今週の一番つぼりでやったことがあると、はい、一度ね、その先週のその日だけじゃなくてもっと過去にもあると、捏造を、はいはい、でそれは本当に一度だけかって言ってたところ、うんうん、リスナーさんからの垂れ込みで、僕は捏造されましたと、うん、ああじゃあ過去の人この人かなんて言ってたら、はい、私も捏造されましたってことで少なくても過去2人以上の人が捏造されてるっていう垂れ込みが入ったわけですよ。はい、どうすんの、続けてくの、捏造までしてやってくわけ、まだ。いえ、捏造はしません。捏造してまでも、ええ、気に入られたいの、そんなに。いえいえ、何なのよ。原点に帰って皆さんからのうまい物語を心を込めて読ませていただきます。もうすでに3回発覚してるからね。ええ、もうやらない。もうやりません。やっちゃいますじゃないのね。やりません。やらないでいいね。やらないでいいで、書いてあるピチューしか読まないでいいね。そうです、その通りです。書いてあれば読んでいいんですから、もちろん。わ、はい、かりました、うん、じゃあそのつもりで、はい、僕もですね、心をフラットに戻して、疑うような目で耳で、なるべく秘書の読んでるものを聞かないように、そうですよ、リスナーさんの美味しいものをね、心の底から素直に想像して、はい、楽しませていただけたらなと思います、うん、それではまずは静岡県55歳男性、自営業のボクサーさんからのうまい物語です。私が今まで夏に食べた一番印象的、衝撃的なうまかったものは、長野県北部に位置する黒姫で食べた黒姫さん焼きトウモロコシです。うわー、夏だし美味しそう。焼きトウモロコシ最高。ここのトウモロコシは夏でも朝晩に気温が下がり霧が発生する夜露によって甘みが増した味覚に、身が締まった食感で
他では味わえないトウモロコシをいただけます。そんなトウモロコシを醤油ベースの秘伝タレで焼き上げた焼きトウモロコシは、濃厚な甘みと絶妙な塩味でプリップリポリポリカリカリムシャムシャと我を忘れてあっという間に完食。一本では満足いかずに、次に一本、また一本と結局5本食してしまいました。5本、焼きトウモロコシを5本、相当美味しいんでしょう。こんなうまいトウモロコシですから、土産に買って帰り知り合いに配ったりしました。今の世の中、ネットにて取り寄せができますので、皆さんもご賞味ください。終わり？終わりです。シンプルでとても聞きやすい。いやー、美味しそうでしたね。これもしかしたらこのコーナーでね、ちょっともう本当にリスナーさんたちはピチューの過重摂取を受けすぎて、過重摂取を受けすぎて、もうピチューがないと満足できないみたいなことをね、思ってる方もいるかもしれませんけども、うん、確かめてください。美味しそうだったじゃないですか、うん、よだれが出ませんでしたか、はい、ね、出ましたよ。ボクサーボクサーさんのね、静岡県から、ありがとうございます、はい、トウモロコシね、うーん、僕ね、またね、豊洲 .com でね、トウモロコシ頼む、また豊洲 .com、 豊洲 .com でね、あの初めて今回トウモロコシを頼んじゃったの。でこれに関しては届いたら秘書に 2,3 本渡しようかなと思って。嬉しい、ありがとうございます。この間トウモロコシでさ、家でレンジですぐ今やれるんですよって教えてもらったじゃない。皮むかずにそのまま、そうそうそう、そのお礼でちょっとお持ちしますんで、うん、ありがとうございます。ただこの教えていただいた、長野県北部に位置する黒姫で食べた黒姫さんの、このだから調べたらこれもお取り寄せできると思うんですよ。これは別にトヨス .com とか限らずに、はい、はいはいはい、長野県北部に位置する黒姫、うん、黒姫さんのトウモロコシ、本来だったらさ、これって読まれた後こういう話をするコーナーなんじゃないの。でそれで皆さんのご家庭でも美味しくトウモロコシ焼いたり茹でたりして、一番絞りとともに、そう、食べてキリン一番絞りを飲んで夏を楽しんでください。はい、ピチューって言った後にさ、ピチュー宇宙に飛ばしてさ、うん、ゴーンってさ、鐘が鳴ったりとかしてたじゃん。いや、そうじゃなくてさ、こういう話じゃないの。ええ、あくまで私は振ってもらったから、読んだだけ、書いてもらったから、書いてあったからですね、読んだだけなので。ピチューって、あ、そうです。だからトウモロコシの流れでピチューがあったら、うん、それなんでピチューって音が出るんでしたっけ。トモ汁ですか。トウモロコシ、モロコシ汁ね、はい、そのなんか食べ物には全て汁があるらしくてピチューって言うらしいんですけども、そうです、そうです、うん、推測ですよ、全て推測、まあそうね、うん、書いてあったから、はい、うん、読んだだけで、書いてねえのに読んでたろうが。書いてあるんですよ、それが、私が読むときにはもう。いや、だから、うん、そこで線引かないでよ。え、それはもうただ秘書が作家さんのせいにしてるだけで、はい、主犯と共犯みたいな感じいらないのよ。もうすいません、ちゃんと背負ってくれ、それは。そうですね、わかりました。だからじゃあ俺は作家さんを問い詰めりゃいいの、この時間。いえいえ、そんなことではないです。俺と秘書のやり取りでしょ。ええ、反省しております。何に反省してんの。ピチュー捏造についてです。だから捏造側にちゃんといてよ、はいはい、私関係ないのスタンスだけやめてよ、ね、大変失礼いたしました。俺だってじゃあ結果秘書関係ねえのかなって思っちゃうよ。言われたらさ。そうでしょ。その説は大変失礼いたしました。いや、でも聞きやすいですよ、美味しいものの話がその後できるし、夏の、そうそう、これこれいいじゃないですか。もう一枚いっちゃいます。行きましょうか。はい、行きましょう、行きましょう、はい、美味しいものの話いっぱい聞きたいもん。東京都48歳女性、みどみどりさんからのうまい物語です。全国夏のうまいもの。母方の実家、漁師町に帰省した時に食べられる大量のサザエのつぼ焼きです。うわー、これは反則だ。おじやいとこ数人が漁師なんですが、漁師というのは本当に男気ある人ばかりで、誰かが帰省すると、お、帰ってきたな、今日は美味しいのを食べさせてやるからな、待っとれと、本当にたくさんの魚介を取ってきてくれるんです。浜などで
ドラム缶を使って網を張り、そこにドバーッとドバーッとドバーッとサザエをこれでもかというほど並べて焼いてくれます。贅沢すぎる。グフグフっと煮えてきた頃に醤油を垂らして、じゅわー、醤油が網に垂れて焦げた匂いがじゅわー、あー思い出す。磯の香りが漂います。竹串で突き刺してぐるりとやって出てきたサザエの身を、ふわふわふわ、食べたいけど熱々だから待って待って。そしてなんといっても肝がまた美味しいんです。くー、ビールビールビール追加。食べられないほどのサザエでも、それを焼いていると親戚や近所の人、通りがかりの人、いろんな人がいつの間にやら集まって、みんなでお酒を飲みながらそのサザエをつつく、そういう流れに必ずなります。誰がいるのかよくわからない。でも人が増える分、イカだったり魚だったり何か差し入れしてくれて、少しずつ焼き物もまた増えていく。漁師町ならではですね。漁師町万歳ですよ。あー、次に行けるのはいつだろう。帰省の時には私もいつもビールを何箱も買っていきますよ。いやーね、僕も千葉のもう海の近くの出身なんで、このいう感じがね、ちっちゃい時とか10代はね、はい、これの贅沢さに気づいてなかったんですよ。あ、そう、当たり前すぎるから、田舎出身だとそういうもんじゃないですか、うん、で東京出てきて数年経つうちにですね、はい、ああ居酒屋さんで買うとこういうお値段だったのか、あれをね新鮮なままあんな感じで食べてたのかっていうのを思い出すんですよ。でね、これやっぱりね、この夏でね、やっぱりその漁師さんってのは本当にそうですよね。取ってきてやろうかなんつってね、で、うん、焼いて食べて、そこで飲むキリン一番搾りがまた美味しいということでね、これよ、これこれ、これでいいじゃない、このコーナー。物足りなさとかありませんか？大丈夫ですか？僕が？はい。物足りなさ？はい。え、こんなにトウモロコシとサザエの美味しそうな書き込みを聞いていて、なんとなく物足りないなとかそういうのはなかった。じゃあツイッター開いてみなよ。うちの番組はツイッターもやっておりまして、はい、公式の、アカウントも、ありますので、うん、まあ、プレゼントコーナーなんかもある時もありますので、うん、ぜひチェックしていただけたらなと思います、はい、ハッシュタグでスカロケ、スカイロケットカンパニー略してスカロケなんですけども、はい、何かありましたらハッシュタグスカロケでつぶやいていただけたらなと思っておりますが、はい、斉藤裕太さん、斉藤裕太さん、物足りないよ。何がよ、ね、美味しいものとキリン一番搾りがそもそも存在したらいいコーナーなのよ。はい、お、1個だけでしょ。1個だけの意見だったらそれはもう泣いてもらうしかないじゃん。アフルーヌさん、アフルーヌさん、ピチューをピチューをください。我らにピチューを恵んでください。ごめんな、なんでそんな呼び方、読み方なの、声。なんか字面ピチューをください、ピチューをくださいって、なんで、顔文字とかついてて、なんで子役人の呼び方なのよ、本当に。エソラさん。エソラさん。ぬおー、ピチューをくれー。なあ、ツイッターも捏造し始めたら終わりだぞ。全部書いてあります。俺は見てないから。全部書いてありますから。マジでツイッターの捏造は終わりよ、本当に。全部書いてあります。で、うん、どうしたいのよ、物足りないって。どうしましょう本部長。いや、どうしましょう本部長って、俺はこれでいいっつってんのよ。リスナーの皆さんがここでピチューに帰っちゃったら、はい、来週からもまた結局ピチューやんなきゃいけないし、うん、そうですね、捏造していかなきゃいけないわけでしょ。ここで我慢ができれば、うん、元のコーナーに戻せるんだよ、はい、ないものは読めないので。ないものは、当たり前なんだよ、うん、ピチューって書いてないのを今まで読んでたのよ、はい、うん、今まで勝手に読んでたの、作家さんと秘書で2人で突き出して、うん、突き出してあったのは気づいてたでしょ、だって赤ペンで気づいていました。これ原文リスナーさんピチューって書いてないなって分かってて読んでたんでしょ。分かっていました。同罪だぞ。はい、なんだその態度。こっちが悪いんか。でリスナーさんも何これ結局ピチュー言うの言わないのみたいな空気になってんでしょ。はいってどういうことよ。でももう本部長が、はい、書いてないことはもう言えないので、このメッセージ上ではピチューだけ別で言えばいいじゃん、その捏造じゃなくて。
私が勝手にですか。ピチュー言えないじゃん。そんな ピチュー欲しいんだったらリスナーさんが。俺この間タクシー乗ったら運転手さんに降りるときピチューって言われたよ。俺そんなことあります。聞いてますの後ですけどね。聞いてますよピチューって言われたんだから。スカロケットも言ってもらえなかったよ。このピチューだけは早く食い止めなきゃなと思った俺。でもどうするのだ、どう、じゃあじゃあじゃあ、でも書いてないのは読めないの、ね、じゃあじゃあ物足りないって僕が言ったらどうするつもりなんですか秘書は。物足りないのは本部長が物足りないんだったらどうにかしますけど、うん、どうにかしますどうにかしますけど今までの経験を生かしてどうにかしますけど。今までの経験、え、じゃあ今のこのみどみどりさんのサザエのつぼ焼きを、うん、はい、もう一回読ん、ちょっとだけちょっとだけ、ちょっとだけ何読めたりもすんの。読みましょうか、うん、物足りないってことで読んでいいんですか。いや俺は物足りないけど、リスナーさんが本当にそんなにね、うん、物足りないって言ってんだったら、うん、うん、分かりました。竹串で突き刺してぐるりとやって出てきたサザエの身を、食べたいけど熱々だから待って待って。そしてなんといっても肝がまた美味しいんです。くー、ビールビールビール追加、ビール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 店長。ちょっとごめんごめん、雑すぎない？ね、ビールでいった今ね、え、ビールでいけんのピチューって。いけますよ、はい。ビールのピチューは何の音なの？ビールです。そうだよな。はい、水分だもんな。そうです、そうです。え、そんな雑にやんだったら逆にやめようぜ。多分ラジオの前のリスナーが欲しかったのこんな感じじゃないよ。ちょっと急だったので。こんなにネチネチとさ欲しがらせてさ、はい、乗っかったら雑にやるってどういうことなのよ本当に。もうじゃあ何、じゃあもうちゃんと書いてあるものしか読まないのでこれからも。あ、なるほど、はい、皆さんに書いてくださいってこと。そんなこと言ってないですよ。そんなこと言ってないね、はい、はいはいはい。ということで本日ご紹介した、え、キリ一番絞りでビチューいく、はい、ボクサボクサーさん、そしてみどみどりさんには一番搾り 350ml 缶24本入りワンケースをプレゼントします。はい、どちらもとっても美味しそうでした。ありがとうございます。ということで今週の一番つぼり全国うまい物語では、リスナーの皆さんからのうまい物語メッセージを募集しています。メッセージを生まれた方にはワンケース一番搾り 350ml 缶24本入りプレゼントしますので、スカイロケットカンパニーの公式社員アプリまたはウェブサイトをチェックしてみてください。スカロケ一番搾り、やっぱりビールは美味しい、嬉しい、キリン一番搾りの提供でお送りしました。スカイロケットカンパニー recommendation the workers song of the month スカレコ shine の歌。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。さあ、お聞きいただいているのは今月8月度のスカレコ、社員の歌です。レコメンドソング、現在配信中、ムーンムーンで君の隣太陽の下でです。さあ、ということで本日の議題はですね、今年は何した案件お盆報告会行きましょう。もう読まれた方全員にですね、桃屋さんの瓶詰め6瓶セットです、プレゼントでございますので行きましょう。東京都32歳女性専業主婦のグルナッシュさん、グルマッシュさん、グルナッシュさんです。グルマッシュさん、グルナッシュさんです。あ、グルナッシュさん、失礼しました。はい、はい、これと言ってなかった夏の思い出ですが、本日いいことがあったので書き込みます。近くにあるパン屋さんがパン屋の夏祭りということで、夏祭りの屋台をテーマにしたパンが売っていました。あら、春じゃないのにパン祭り、はい。チョコバナナが練り込んであるものや、フランクフルトが中に入った棒付きのパン、その中に大人の手の原骨くらいの大きさでたこ焼きパンなるものがあったので気になって買ってみました。家に帰って食べてみたら実に美味しかったです。
油で揚げたドーナツ生地のパンにソースと鰹節が乗っているので、一口目からもうたこ焼き。中身はあのたこ焼き特有のとろりとしたフィリングがあり、その中に大粒のタコ、千切りキャベツ、紅生姜、千切りキャベツが入っており、大きなたこ焼きを食べている気分でした。はい、ありがとうパン屋さん。粋なパン屋さんっすね。まあいろいろ夏祭りとか盆踊りなんかもなくなってるから、うん、もうちょっとでもお店に来てくれる方とか地域の人たちに嬉しい夏を感じてほしいってことで、よし、うん、やるぞみんなっつって、これだって作るのとか計画練るのとかめちゃくちゃ大変だったと思いますよ。だったらもうパン屋うちでも夏の屋台だっつって、そのたこ焼きのやつ食べてみてくださいよ。たこ焼き、たこ焼きのやつ食べてみてくださいよ。わかりました。美味しそうだったもん、その書き込み。家に帰って食べてみたら実に美味しかったのです。油で揚げたドーナツ生地のパンにソースと鰹節が乗っているので、一口目からもうたこ焼き。中身はあのたこ焼き特有のとろりとしたフィリングがあり、その中に大粒のタコ、千切りキャベツ、紅生姜、また千切りキャベツが入っており、大きなたこ焼きを食べている気分でした。何の音？ちょっとおいピチューやめて。何の音？あれ、ちょっとピチュー宇宙飛んでっちゃったけど、どういうこと？ミッドに飛び込んだ宇宙の、どういうこと？帰ってきたってこと？大気圏抜けてビチューが？陣内さんありがとうございます。マジでやめろ。あの、乗ってやってんだから、こっちの頑張りを裏切るような、裏切るようなっていうか、何度も言ってるけど、陣内さんに失礼なんだよ。音が出たから突っ込んであげてるだけなんだよ、こっちは。やめろ、吉本の大先輩。陣内さんだってコロナで大変だったんだから、やめろって。共犯ですね。え？共犯ですね。ざけんなよ、本当に。共犯じゃない。何の音なのよ、たこ焼き食べてピチューって。たこ汁です。たこ汁って言うな、本当に。そういうお椀ありそうだよ、普通に。それただのお椀だろ、本当に。ハンコ！パン屋さんの話でこと、もうハンコの音とミットに飛び込んだ音一緒じゃねえかよ、本当に。たこ焼きキャッチ、うるさいよ。さあ、お聞きいただいてるのはニシナ、ひらがなでニシナでございます。ニシナさんの楽曲です。東京マーブルということで、毎週木曜日の深夜のですね、テレ東系列のドラマお耳に合いましたらのエンディングで、そしてですね、主演のですね、伊藤真理香さんが、チェーン飯って言ってチェーン店のですね、話なんですけども、毎週毎週この楽曲に合わせて、うん、違う踊りを、嬉しいダンスを披露してくださっております、うん、そしてですね、私が脚本で参加しているドラマなんですが、今週8月19日ですかね、木曜日に、ですね、須藤有沙役で出ています井桁弘恵さんが、はい、スカロケにゲスト出演ということで、うん、ドラマのいろいろな話、できたらなと思っております。お楽しみに。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウ八代です。秘書の浜崎美穂です。ちょっとピチュー論争で掲示板、ツイッターなどがちょろちょろっていろいろありますけども、はい、まあ、時間があればエンディングでその辺について喋りたいなと思っておりますけど、まずは書き込み紹介したいです。今年は何した案件、お盆報告会。宮城県、32歳女性、専業主婦の心配性のうさみさん。うさみさん、はい、宮城県からありがとうございます。皆様お疲れ様です。お疲れ様です。両親に1歳になった子供を会わせてあげたかったのですが、帰省は断念しました。わーね、はい、代わりに近場の港に行きました。うんうんうん、風が強く吹いていて、それが楽しかったのか、息子は大喜び。1歳で風強くてわーって、はい、人がほとんどいなかったので、うん、マスクを取って家族写真を撮りました。息子はコロナ禍で生まれたため、外で撮る家族写真の大人はマスク姿ばかりでした。なるほど。
夜の風景と家族の笑顔が一緒に写った写真が撮れて嬉しいお盆になりました、うん、家族写真撮れてよかったですね。それから五輪の時も思ったんですけど、メダルの時とか喋、うん、れなければマスク取ってもいいのかなと思うことあるんですよ、はい、なかなかいやいやみんな撮影の時はマスク取りましょうよとは推奨できませんけども、ラジオを通しては、うん、例えば家族で周りに人がそんなにいないんであれば、家族で家でまずそもそも過ごしてるわけなんで、そこに関しての家族3人間の飛沫っていうのは、うん、さほど気にする必要がないことだと思いますので、近くに2メーターぐらい人がいなければ、はい、風も吹いてて外でだったらマスクを取って、うん、まあもちろんマスクがあって2020年2021年ってこういう年だったよねっていうことも含めての写真という意味合いもありますけど、はい、でもとにかく家族でお出かけができてよかったですね。ハンコ。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー。この後8時からはニュースサピエンスです。引き続き東京 FM でお楽しみください。備中問題、掲示板、ツイッターもいろいろありますが、まあ、僕個人としたらですね、まあ、目の前にあるボケを突っ込んでるだけでして、それ以上じゃないんですけど、はい、捏造はあんま良くないかなと思ってますけど、うん、皆さんそんな方いないと思いますけど、これ本気でムキにならないくださいよ皆さん。ピチューで本気でムキになって揉めたりとか、それだけやめてくださいよ本当に。明日は盆踊りスペシャルだ。やったー。それでは本部長、今日も一日お疲れ様でした。ピチュー。